寺の本堂か仏壇の中にあるお経を聞いてる方の心が和むというか、まあ、優しい気持ちになれるっていうのがお輪の役目かなと。全て手でやってるので自分たちの手で音調整できるっていうのは他にはない伝統の技だと思います。一応ケースの音には、まあ、管、オツ、モンっていう3種類の音があって、最初に叩いた時に聞こえる一番高い音が管、中間にちょっとこう波長がずっと続く余韻、それがオツと、一番低音のモン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 っていう低い音がずっと続くモンって言うんですけど、三つの音のバランスが聴いてる人の心に安らぎを与えるんじゃないかなと思ってるので、お輪の音を聞く人たちが音を聞くだけで自然に手を合わせてくれるような音を出せることが一番の目標かなと